以前 YouTube でキングオブコメディのロバート・デ・ニーロの凄さを関根さんが語るのを見たのですが、今回はぜひ関根さんが理想の男と愛してやまないピーター・セラーズの凄さ、そしてなぜそこまでのめり込んだのかをぜひ聞きたいですっていうことなんです、うん、まず僕はねピーター・セラーズ知ったのがピンクパンサーです。あ、はい、じゃらんじゃらん、本当にドジな警部なんですよ、ひげ生やしてて。でこれも見た後あれですよ、はい、クルーズ警部になりたくてあの日本橋の丸善に行ってトレンチコート買って、それであの帽子買って、ああ、クルーズ警部、そう、それを着て渋谷歩いてましたよそしたら高校生がかっこいいって言ってくれた、それは覚えてるんですけど。それ何歳ぐらいなんですか、そのピーター・セラーズ。ピーター・セラーズはね、25、6。関根さんが25、6、7かな、そのくらい。結婚前ですから、まず妻とよく見に行ってましたから。でピンクパンサーがめっちゃくだらなくて面白くて、それで、他にも、名探偵誕生とか、はい、あと東洋のメイクするんですよ、一重にして。ほう。で東洋人になりきるんですよ、ピーター・セラーズさん、はい、これが面白くてね。あ、でカジノロワイヤル007、カジノロワイヤルってあるんですよ、はいはい、これでピーター・セラーズさんが007やるんですよ。この映画が本当くだらない、めっちゃくちゃ面白いの。へ、でも大好きだったわけですで、一番それで好きで見てたんですけど、それでねピーター・セラーズさんがチャンスっていう映画を作ったんですよ、はい、でも大好きだから見に行ったんですよ、はい、そしたらこれがね究極ですね、究極の笑いでした。もう感動しました。これはねさんまさんもそう言ってるんです。ピーター・セラーズのチャンスができたらもう、はい、もう最高だ、あれ以上ない。でそういう意味では俺さんまさん信用してるんだよピーター・セラーズのチャンスをちゃんと分かってくれてるっていうのは、うん、ふざけたことは一切しないんですよ。お、ある大金持ちの屋敷の中で小さい時からずっと庭師をやってた人なんですよ。それで年取っちゃったわけ、はいはい、家主の人が死んじゃって、はい、その家をもう処分することになった。お、でも彼はまだいるわけ、そこでリモコンでこうテレビガチャッ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 で来て、あなたはっつってガーデニングの、うん、あ、もうここダメだから出てってくださいっつって、ああ、わかりましたって言って、あ、で、リモコン持って出ていくわけですよ。あ、それ下界にみたいな、そう、うん、初めて下界に出るわけですよ。で、バーンとぶつかって、おい、何やってんだ親父っつってもさ、こうやってリモコンで画面変えようとしてるんだそれで何かの時に何かバーンってぶつけられて、はい、あーって倒れちゃったのがものすごい金持ちの偉い人なわけよ。あ、はい、それでちょっとうち来て静養してくれって言って、すまなかったって言って、で話していくうちに、でその政治家とかの人がその質問すると、結局植物のことしか知らないから、はい、植物の話するわけ。でこうでこうでこうしないとうまく育たないんですよねって言うと、勝手に拡大解釈して、すごい人だと、こんなすごい人がいたと。それでもう大統領候補かなんかの他の人が、あいつの過去を洗えっつって、誰だあいつはって大騒ぎになるわけ、ただの庭師だった人が。でそれがもうね、もう全然力が入ってないんですよ、演技で。はい、なんとかね、そうですねっつって、はい、つって、でこれをやりたかったらしいんですよ、うん、あの本を読んで、はい、ところがピンクパンサーの監督が、はい、いやちょっと待ってくれと、はい、5だけ取ってくれと、うん、ピンクパンサー5だけを、それからやってくれっつって、それで5をやって、はい、約束を果たして、うん、チャンス・イ・ガードナーさんをやって54歳、はい、で遺作です。へ、亡くなっちゃった、あ、撮った後。あ、で俺はその演技を見て、はい、あんなね
コメディをね上手にやってたけどね、ピーター・セラーズさんは絶対シェイクスピアの劇団とか、あの舞台上がりだと思ってたの、もう中台達也さんみたいにこう舞台から来て、そいでそいで、あの演劇論とかそいでそいでそのコメディを極めて、最終的にコメディなのにあんなシリアスなものをすごい俺には到底追いつけないと思ってたら、あのラジオでモノマネから入ったんですって、あの人。へ、俺と同じなの。同じじゃんっつって、モノマネ芸人だったんです。でラジオでなんかわーっとくだらないことばっかり言ってたって言うんですよ。そっから成り上がってきたって。余計なんかシンパシー感じになった。そうなんですよ。あれですもんね、多分イギリスでしょ。はい、ね、だからやっぱりね、アメリカのコメディとちょっと違うんですよね。不思議なね、ちょっとこう抑えた感じの演技が好きでしたね。ピーター・セラーズになりたいですよね。チャンスは本当に僕もさんまさんも、もうあれが最高傑作だっていう。コメディの若手の方々もぜひ、まあ、見た方がいい一作ですね。じゃあだけど参考にならないんだよね。すごすぎて、すごすぎて。まあ要するにイメージで言うと、あの文楽さんとか圓生さんが晩年亡くなる前の5年前ぐらいの感じの落語って感じ。私の本、関根勤の嫌われない法則、2月21日発売でございます。いかに人と付き合う時にうまくこうね、人と付き合っていくっていう、嫌われないっていうかね、疲れる、これいろんな人に読んでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。